今日の晩ごはんは、寿司屋の牛丼、大盛りです。わー、温玉とか漬物とかありますけども、食べていきたいと思います。では、いただきます。牛丼久しぶり。吉野久しぶり。久しぶり。うまい。これはこれがうまいでしょ。もう温玉にしようか。うわぁ、うわすごい。早速、書き込んでみましょう。うまうまい。うん。何食べても美味しいな。で、最近みんなが昭和は弱さっていうような話をね、よく聞くんですけど、確かに弱さですよね。前も話しましたけど、土曜日は半ドンで、学校も会社もお昼まで働いたりして、日曜日も朝帰ってたんですよね。むしろね、12時になれば、皇居とか大沢城で、台風のね、空砲弾を撃ったらしいんです。ドワーンって。だから、お昼になれば、半丼、お休み、というようなことをやったらしいですけどもね。まあだから、当時は地方に住んでないで、半蔵の大津とか聞いたことはありませんでしたけども、噂ではしました。当時はね、土曜日のお昼にカレースを食べて帰るという習慣がありまして、それは今では土曜はもう休みになった時間に、金曜日の夜にね、カレー食べて帰るんですよ。確かに好きなカレーができる時の曜日が分かってるっていうのは嬉しかったですよね。でね、当時はもう、これが昭和だっていうハプニングが飛び上がって、まずね、映画館でタバコ吸う放題なんですよ。今、禁煙やってるでしょ。映画館で映画始まったらみんなタバコ吸い始めるんですよ。もう映画館の中、煙だらけで真っ白になってましたけどね。そういう時代もあったんだな。ね。あとね、田舎のぼっちい電車でも、車両の中には必ずトイレがついてました。どんこ列車でもね。
トイレがあるんですよ、今の新幹線みたいに。あれは助かりましたね。まあ、そう思えば、いい時代だったかもしれませんけどね。確かに、いい時代だったわ。そういう時期を意識して思い出深いのはね、この田舎は超山奥なんで、駅も小さい駅で、ね、病院も駅前に一つあるだけだったんですよ。まあそんな時に夏休み、幼稚園を遊びに行って、遺族を全員が水ぼうそうにかかってまして、みんな水ぼうそうを潰すんですよ。そのシールを僕の体になすりつけようと、お前もない、お前もない、みたいな感じで。きっちり感染しましたよ。ねえ、僕から今、通報はいっぱい出てきて、一番のね、悩んだのが、おっちんの裏側に出てきた通報なんです。男の人って分かってると思うんですけど、キッチンの後ろ側には筋が入ってるんですよね。立て筋っていうかね。で、そこに水ぼうそうできたもんだから、その、破れた後に裏筋がくっつかなくて、なんかね、もう、こんな形になって、で、ここからだけ一本、ここからだけ一本、そんな体になりまして、これ目元不明の時には分かりやすいだろうなと思ってしてたんですけどね。しかし、水ぼうそうの死後を何につけるなって話なんですよ。病院行っても、田舎の病院だから、お尻に注射されて、それでおしまいとかね。うまい。で、小学校6年間のうちに、5回転校してるんですよ。あっち、こっちして、どう自分の風景か分からないような状況で。で、4年生後は転校して、ちっは軽くなってないんですよ。みんな友達が見て、お前、ちっこを、ちっこを変えるのかよっていう感じで、はぁ、ちっこを、いやいやいや、俺たちはちっこをっていう。だけど、それは通じなかったですよ。ちっこはちっこや、ちっこなんてしたいっていう感じで。いろんな思い出もありますけども、やっぱりね、僕的には、キッポーの街の方が馴染みましたね。楽しかった。面白かった、毎日は。それも経験ですね。まだに同窓会呼んでくれるんですよね。本当ありがたいもんですよね。
うん。美味しいよ。やっぱ前は好きですかね。好きだったんですよ。最近ちょっと失敗が出て。食べに行くようになったら行くので、これはまあ。好きやとか、マジやお前好きじゃないんですけども、お前は。友達で初めて食べてるのも吉野家でしたね。うまいなぁと思いましたね。やっぱ牛丼は吉野家かな。で、ラーメンは天下一品。これは外せないな。吉野家ってさ、筋肉マンの世界に出てきた時に吉野家の牛丼食べてましたけど、あんまりいいかな。ちょっと業績悪くなって、なんだ、他の会社に助けてもらって、今があるみたいなことを聞いたことがありますけどね。吉野家のメニューを調べてたんですけども、通訳はそうじゃなくて、今、ネギ焼きみたいなのもあるんですね。本当にネギが無謀になってきて帰りましょうですな。まあ今はね、食べないことでご飯を食べるけど、スーパーの弁当なんかも安いしね、うちの店では178円弁当っていうのがありまして、そう食べた時期もあるんですよね。やっぱこういう牛丼の方がうまいよね。うん。ご飯も早く食べるし。よっしゃ、こっちだ。っていうか、まだ食べたいよね。
まだ食べてないけど、もう、夜も遅いし、今日はこの辺にしております。それでは今日も一日ありがとうございました。ごちそうさまでした。また見ます。